コスモス本当にちょこっとですか、ありますので、そこ下にちょっと狙ってみましょうか。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。写真の秘訣、広瀬です。今回はですね、コスモスを撮影しております。今回はですね、クローズアップでのコスモス撮影というところで見ていただきたいと思います。はい、ただいま撮影したのがこちらの写真ですね。望遠レンズで撮ってますので、このような形になっています。191mm の焦点距離になってますが、 382mm 相当、まあほぼ 400mm 近い焦点距離ですが、このように光が逆光気味に入っているので、このような形で写っております。連写の音が聞こえたと思うんですが、これはもう全て連写で撮影をしております。まあ、なぜ連写で撮影するかということなんですが、まあ、もちろん1枚撮りでもいいんですが、コスモスのようなですね、しなやかな花の場合はですね、ほんのわずかな風でピントの位置がずれるんですね。でこちらはですね、マニュアルフォーカスです。ピントはマニュアルフォーカスで合わせておいて、さらに連写を使うというところですね。で場合によってはですね、体を少し前後に揺らしながら、ほんのわずかですけども、体を前後に揺らしながら連写をすることもあります。これによってピントのずれるということがなくなるわけですね。ファインダーを覗いていると結構ピント合ってるようなんですが、モニターで拡大すると結構ピント浅いです。ちょっと見てください。こんな感じでですね、本当にちょっとしかピントが合ってない感じですね。このぐらい非常に微妙にピント合わせが難しいところ。 382mm の焦点距離でですね、この距離ですからかなり近づいて撮ってますので、被写界深度は相当浅いということですね。絞りは4で撮っています。まあ、絞り4にしたというのは、もちろん背景をぼかしたいからということですね。さあ、それでは別の撮影の部分も見ていただきます。続いての状況はですね、逆光ですね。完全な逆光になってるんですけども、空の鱗雲が出てましたので、これをですね、下から広角レンズで狙っています。こちらはですね、フルサイズのカメラを使っています。フルサイズのカメラの24から 70mm のレンズですね。このように近づいてですね、かなり近づいて撮っております。はい、それでは出来上がった写真をご覧いただきましょう。下から撮影することで、このような形で撮ることができます。全くですね、見た感じの印象と違いますよね。下から撮ることによって、この手前側のですね、ヒゲのようなこの茎の部分ですね、コスモスの茎のヒゲのような部分がですね、こう全体に前ぼけで入ってくるんですね。これによって少しこうふわふわっとした感じのイメージ、そして奥の鱗雲の感じを含めてですね、撮影をしています。シャッタースピードはですね、1/1秒、絞り 2.8 で ISO 感度は100で撮っております。 20mm の焦点距離ということなので、ワイドなんですけども、まあワイド感よりもですね、前ボケ28で撮ってるので、前ボケが十分に効いてますので、あまりワイドな感じはしないと思いますが、かなりのワイドレンズ、 24mm のワイドレンズを使っているということですね。こちらはフルサイズなので 24mm ということです。まあハイキーな調子で表現することによって、ちょっと面白い表現になりますね。はい、続いてはですね、望遠レンズで撮った場合と広角レンズで撮った場合の違いで見ていただきたいと思います。まずこちらは望遠レンズ 400mm の焦点距離相当です。フルサイズ 400mm 焦点距離の相当数で200で撮ってるんですけども、こちらの場合にはですね、絞り4で1/500秒、準光線ですね、準光線で撮っている写真です。さあ、それではですね、逆から見るとどう見えるか、こちらが逆から狙った場合ですね。逆から狙って、まあ、逆光線気味に撮ってるんですけども、反対側ですね、反対側から撮るとこんな感じになります。こちらの場合で準光線で、まあ、まあまあ普通に撮るとこんな感じのコスモスを撮りましたという感じになるんですけども、続いてこちらは逆から撮るとこんな感じということで、ちょっと重なっちゃってるんでね、絵柄としてはあまり良くないですね。で、こちらが今度は下から撮った場合で、しかも広角レンズ 9mm の焦点距離なので、こちらはですね、 18mm 相当の焦点距離です。広角レンズ 18mm のレンズを使って撮るとこんな感じで撮ることができます。一つの被写体もですね、準光線で撮るのか、それとも逆光線で撮るのか、もしくはその広角レンズで下から煽って撮るのかということによって、これだけの違いが出るということですね。ですので、レンズの焦点距離、何ミリのレンズを使うかというのは結構重要でして、このレンズの使い方によってだいぶこう印象が変わってくるということが言えます。
はい、それでは実際にですね、この18ミリの焦点距離で撮った状態も見ていただきましょう。どのぐらい近寄ってるのかを見ていただくと参考になると思います。まあ、下から撮るとですね、こんな感じになるわけですけども、こういう感じですね。かなり近いです。もうくっついてると言ってもいいぐらいの距離ですね。18ミリの広角レンズなので、このぐらい近寄らないとですね、先ほどのようにはなりません。もう一度見ていただくとこんな感じですね。はい、それではですね、同じ場所をですね、巡航線で撮っている絵もありますので、そちらの方もご覧いただきたいと思います。はい、こちらの被写体ですね。こちらの被写体を今度は巡航で撮っているので、こういうことですね。この角度から撮ってるというところです。まあ、構図というよりも、先ほども言いましたが、光の状態どのように変わるかというところを見ていただいています。それと今度は逆ですね、真逆光から撮っている写真がこちらの状態です。はい、さあ、さらにですね、ちょっと先に面白い被写体がありました。白いコスモス、すべて白のコスモスなんですが、これがこう結構固まって咲いてたので、こちらを撮った作品で見ていただきたいと思います。こちらですね。はい、こちらがその作品です。この撮影のポイントはですね、左右に2つずつのコスモス、そして真ん中に1つのコスモスを主題に置いて、真ん中のコスモスをポイントにピント合わせて背景をぼかしているというところですね。レンズの焦点距離はですね、200ミリの焦点距離ということになってますが、フルサイズ換算でいうと400ミリですね。640分の1秒で絞りが4で、ISO感度は100になっています。まあ、結構明るかったので、早いシャッターでも切れてますし、もちろん十分手持ちで撮れるというところですね。で、絞りも4ぐらいで、さほど絞っておりません。これによってですね、このような立体感が生まれてくるということになりますね。ちょっと今回の写真のイメージでですね、フルサイズの柔らかい色調も面白かったので、フルサイズで撮った作品で少しハイキーで撮った写真がありますので、そちらの方もご覧いただきたいと思います。はい、こちらですね、あえて露出をオーバーめにしてハイキーで撮っています。こちらはですね、70ミリの焦点距離でフルサイズですので、70ミリ、200分の1秒絞り 2.8 で、 ISO 感度は100で撮っております。こういうふうにちょっとごちゃごちゃっとした感じなんですが、その部分の中でもですね、絞りを開けて撮ることによって、フルサイズですから結構ボケますので、28で撮ることによってですね、真ん中の花にこのように合わせて周りはぼかして表現するという形の表現にして、なおかつ露出もですね、オーバー目にフレアが出てる状態で撮ったものがこちらの写真です。まあ、同じくフレアを少し意識してですね、少しオーバー目に撮った写真で表現したものもあります。もう一点見ていただきます。こちらです。こちらはですね、あえてのピントを相当浅くしてですね、相当近寄っております。で、奥にだけピントが合ってる。これピントをですね、あえてフォーカスを奥に持ってったんですね。で、全体を全部ぼかしてしまうというようなちょっと心象的なイメージを狙ったのがこちらの写真になります。この写真の撮り方も面白いんではないかと思いますね。この時もですね、風が強かったので、もう連写で、ひたすら撮りました。ピントの合ってる位置の面白いところを狙っていったのが今回の写真です。あえてアウトフォーカスで撮ったというところですね。はい、こちらも28ですね。1000分の1秒、 ISO 感度は100になります。露出もかなりオーバーめにしてますね。 1.66 露出補正しています。さらに仕上げで少し明るくしてハイキーな感じで仕上げたのが今回の写真ということです。ちょっと心象的な内容も含めて今回はご紹介させていただきました。ヒガンバナがですね、そろそろということで、今年遅れてまして、ヒガンバナがまだなので、ヒガンバナの撮影はこの後ということになると思います。コスモスがもうすでに咲き始めているというところなので、このような、まあ柏ではですね、本当にわずかなので、このような状況の時にはですね、ぜひクローズアップ、今回のようなクローズアップで狙ってみると面白い写真が撮れると思いますので、ぜひともトライしていただければと思います。長時間ご視聴ありがとうございます。それではまた来週の YouTube でお会いしましょう。